では勝ちましたベイスターズ三浦監督です。連勝が止まった後のゲームでしたが、序盤からいい形でゲームが進みました。そうですね、今日も、ね、初回から集中してみんなが、ね、今日も新たな気持ちで入ってくれました、はい、次のゲームに向けてともいう点で最終回にも3点入ったというのもこれ大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、ちょっと2回以降、3回以降か追加点が取れなかったですけども、しっかりと9回も、ね、入って取れたというのは良かったと思います。そして今日何と言いましても先発の吉野投手、急遽の一軍先発でしたがしっかり序盤は粘りましたね。そうですね、本当に自分の良さを出してくれたと思いますし、ストレートも非常に強かったですしね、フォークボールも本当に低めに意識してというのがすごく良かったと思います。結果的には吉野投手自己最長の6回そして93球投げました。今日の吉野投手のピッチングトータルで、いかがでしょうか。ピッチングが良かったです、はい、あとはバントだけです、はい。さあこれで週明けまして3位タイガースの3連戦に向けて甲子園に向かいます。今後に向けて最後一言お願いします。いやもう本当うちはもう目の前の試合を勝っていくしかないので、まだ来週から一戦一戦、全力でやっていきます、はい、ありがとうございます。ベイスターズ三浦監督でした。